2023年9月、ナゴルノカラバフをめぐる紛争にて、アゼルバイジャンは勝利宣言を出しました。ナゴルノカラバフ？今さら聞けない現代史用語解説。今回は、ナゴルノカラバフについての解説となります。解説役は私シェヘラザードと、かぐや姫でお送りするゆえよろしくの。ナゴルノカラバフとは南コーカサスに位置し、コーカサス山脈の南東部をカバーする地域の名です。ナゴルノとは高地を意味するロシア語のナゴルヌイに由来し、カラバフは現地の言葉で黒い庭を意味します。名称からしてかなり複雑な事情がありそうじゃな。なおアルメニア側はこの地域をアルツァフと呼んでいます。この地にはかつてアルツァフ王国が存在していました。かつてとは一体どれほど昔の話なのじゃ。アルツァフ王国の建国は西暦1000年のこととされます。かつてコーカサス南部には様々な国が乱立しており、アルツァフ王国もそのような国の一つでした。今のナゴルノカラバフは、かつてのアルツァフ王国だったのかの？完全に一致するというわけでもないのですが、領域として重なる部分はありますね。アルツァフという名称はかなり古くから使われていたようで、紀元前180年にはすでに州の名として使われていたようです。今から2200年前からとは随分昔から使われておったのじゃの。かつてアルメニア王国という巨大な国が存在しており、アルツァフはその15ある州の一つでした。しかしアルメニア王国は4世紀になるとペルシア帝国とローマ帝国に分割されるようになり、アルツァフはササン朝ペルシア帝国の一部となります。ササン朝ペルシア帝国は強大じゃったからの。そして7世紀の半ばになるとアルツァフの地はイスラム帝国によって征服されることになります。そして9世紀になるとアルメニア人がアルツァフで反乱を起こし、アルツァフの地を実効的に支配します。そして西暦1000年になるとアルツァフ王国が誕生するのです。基本的にこの地はずっとアルツァフと呼ばれておるのじゃの。アルツァフ王国は1261年まで存続し、アルメニア人の国であるハチェン王国と合併しましたが、アルツァフは事実上の独立公国として存続し続けます。この地はかなり独立意識が強いのじゃな。ですが15世紀になるとこの地はイスラム勢力によって支配されることとなります。そして18世紀半ばにはカラバフ汗国がサファディ朝の総主権のもとに成立しました。汗国とな。この国を樹立したのはトルコ系民族であるシャバンシール族であったようです。そして行政言語はペルシア語で、シャバンシール族はチュルク語を話していたようです。かなり複雑な状況じゃの。使用言語と行政言語が異なるのはよくあることです。中世のイングランドでも行政言語は英語でなくラテン語じゃったの。さて19世紀初頭、カラバフ汗国はロシア帝国との間にクレプチャイ条約を結びました。そしてこの条約によってカラバフ汗国はロシア帝国の保護国となったのです。保護国とは何じゃったかの？外交、財政、軍事などを宗主国が持つ国のことで、実質的な植民地だったと言えますね。つまりロシア帝国の実質的な植民地になったというわけじゃな。カラバフ汗国の首領であるイブラヒム・ハリルはロシア帝国によって殺され、その息子であるメフディコリがカラバフ汗国の首領として承認されました。そして1813年にロシア帝国とガージャール朝ペルシア帝国との間にグリスタン条約が結ばれ、ペルシア帝国はカラバフを含むかなりの地域をロシアに割譲することになったのです。ロシア・ペルシア戦争の結果というわけじゃな。そして1822年にロシア帝国はカラバフ汗国を廃止し、主要のメフディコリはペルシアに亡命しました。ナゴルノカラバフはロシア帝国領になったわけじゃな。なお1826年から再びロシア・ペルシア戦争が始まりますが、ロシア帝国の圧勝に終わりました。ロシア帝国はあのナポレオンをも撃退したわけじゃからの。1828年にはロシア帝国とペルシア帝国の間でトルコマンチャーイ条約が結ばれ、東アルメニアはロシア帝国領となりました。なおこの時点での東アルメニアでは、キリスト教徒が2割、イスラム教徒が8割ほどの人口構成であったと見られています。この問題は後に爆発しそうじゃの。なおナゴルノカラバフに関しては19世紀初頭の段階で9割がアルメニア人だったと見られています。アルメニア人はキリスト教徒が多いのかの？
アルメニア人にはアルメニア使徒教会の信徒が多いと言われています。アルメニア使徒教会との？アルメニアは実はローマよりも前にキリスト教を国教化していました。故にローマカトリックや正教会とは異なる発展の仕方をしたのです。ローマカトリックも正教も古代ローマのキリスト教が源流じゃからの。アルメニア王国は滅びましたが、アルメニア人はキリスト教徒であり続けたのです。異教徒の支配下でもなお信仰を保ち続けたのじゃな。ササン教ペルシア帝国ではゾロアスター教が国教とされていましたが、アルメニア人キリスト教徒はそれに反抗し続けたのです。その後イスラム教勢力の支配下に入っても、アルメニア人の多くはキリスト教を信仰し続けました。かなり強固な信仰を持っておるのじゃな。そしてこの強固な信仰は、現在に繋がっていると言えるのです。察するに宗教問題が起こるのじゃな。さて1917年、世界史を大きく変える出来事が起こりました。ロシア革命じゃな。その影響はナゴルノカラバフにも波及します。ロシア革命後、ナゴルノカラバフはトランスコーカサス民主連邦共和国の一部となりました。名前が長いの？この国は現在のジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンからなる連邦国家で、ロシア帝国、ソビエト連邦からの離脱を宣言したのですが、結局連邦制は廃止となり、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニアの三国が誕生することになります。ナゴルノカラバフはどうなったのぜ？ナゴルノカラバフ自体は自治を宣言しましたが、アルメニアとアゼルバイジャンはナゴルノカラバフをめぐって対立しました。かなりややこしい状況じゃのう。話はさらにややこしくなります。オスマン帝国がナゴルノカラバフに侵攻し、アルメニア人がそれに抵抗するのです。まだ一次大戦中で、一次大戦ではロシアとオスマン帝国は敵同士じゃったの。そしてオスマン帝国は一次大戦の敗戦国となり、今度はイギリスがナゴルノカラバフを占領します。支配者が目まぐるしく変わるの？イギリスは暫定的にアゼルバイジャンが任命したホスロフという人物をナゴルノカラバフの総督に任命しますが、この決定にはナゴルノカラバフに住むアルメニア人が猛反発しました。アゼルバイジャンはイスラム教徒が多数派を占める国じゃったの。1920年、カラバフ国民評議会はアゼルバイジャンの管轄権に呼び合意しましたが、ナゴルノカラバフに住むアルメニア人はこの合意を受け入れず、ゲリラ戦が続くことになります。そしてそうこうしているうちに、アゼルバイジャンがボリシェビキに占領されることになりました。ボリシェビキとはレーニンが率いる一派じゃったの。ナゴルノカラバフは今度はボリシェビキが支配する時となり、アルメニアとボリシェビキの間で予備協定が署名され、アルメニアはその支配に同意しました。目まぐるしく情勢が変わるの？そして翌年、アルメニアもボリシェビキに占領されました。そしてアルメニアもアゼルバイジャンもザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国となったのです。ソビエト連邦とは別なのかの？1936年、スターリン憲法の制定によりこの共和国は廃止となり、3つに分かれた国がソビエト連邦構成国となります。ソビエト連邦とは、いくつもの国からなる国じゃったの。そしてその実態はモスクワにある中央政府による強固な中央集権的独裁国家でした。ただそのことは、連邦内の内戦を防いでいた面もあったと言えます。ソビエト連邦の支配下にある間、ナゴルノカラバフをめぐるアルメニアとアゼルバイジャンの争いは沈静化していました。問題はソ連崩壊後というわけじゃな。果たしてソビエト連邦とは幻想だったのか。1989年10月、アゼルバイジャンは共和国宣言し、1991年には国名をアゼルバイジャン共和国に変更。1991年8月には共和国独立宣言を行いました。アゼルバイジャンは独立国家となったわけじゃな。さてアゼルバイジャン独立の少し前、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国政府が、アゼルバイジャン化を推進していると、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国に住むアルメニア人から反発の声が上がっていました。国の名前が長いの？そしてアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領内に住むアルメニア人は、自治州をアルメニアソビエト社会主義共和国に移管させる運動を開始したのです。そして1987年、ナゴルノカラバフに住むアルメニア人は、数万の署名を据えた合併請願書をモスクワとアルメニアの両方に送りました。
この時点でナゴルノカラバフはアゼルバイジャン領内にあるものの、住民の多数はアルメニア人であったわけじゃの。そのことがナゴルノカラバフにおける最大の問題点だと言えます。1988年2月、ナゴルノカラバフのアルメニア人はアルメニア共和国との統一を支持するデモを行いました。しかしモスクワはナゴルノカラバフのアルメニア人の要求を却下したのです。つまりナゴルノカラバフはアゼルバイジャン領のままアゼルバイジャンが独立するということじゃな。この時点でナゴルノカラバフのアルメニア人が大量にアルメニアに流れ込むことになったのです。1989年、ナゴルノカラバフの統治権はアゼルバイジャンに移行しました。ただ1991年11月にはアゼルバイジャンはナゴルノカラバフを自治州としています。アゼルバイジャン領内ではあるが、住民に一定の自治がある状態というわけじゃな。そしてソ連が崩壊すると、ナゴルノカラバフをめぐってアルメニアとアゼルバイジャンが激しく対立することとなったのです。ソ連が崩壊したことで、止める力を持った存在がいなくなったのじゃな。ナゴルノカラバフ王。ソ連が崩壊した時にはすでにそのように呼ばれる状態にありました。この戦争の始点は1988年とされ、終点は1994年とされます。およそ6年間続いたわけじゃな。この戦争には宗教戦争としての側面がありました。アゼルバイジャンをイスラム系組織が、アルメニアをロシアがそれぞれ支援したのです。キリスト教とイスラム教の戦争でもあったわけじゃな。この戦争による死傷者は3万人を超え、数十万人規模の難民を生み出したと見られています。宗教による戦争はお互い妥協点が見つからぬからのう、一体どうやって終結したのじゃ？ロシアが仲介したことにより1994年の5月に停戦が成立した形です。戦争は基本的にアルメニア有利に進み、アゼルバイジャン領土の 14% を支配下に置くことに成功しました。そして1995年にキルギスの首都であるビシュケクでアルメニア、アゼルバイジャン、ロシアの代表者が暫定停戦協定に署名したのです。停戦協定なのじゃな。このビシュケク議定書はこの先何度も破られることになります。停戦協定は結ばれたものの、ナゴルノカラバフは国際的にはアゼルバイジャンの領土内でした。アルメニア領でもなく、独立国家としても認められなかったわけじゃな。なお外側からはナゴルノカラバフと呼ばれますが、住民はアルツァフ共和国、としていました。いわゆる未承認国家という存在かの？アルツァフ共和国は自主宣言国家と言われますね。聞き慣れぬ言葉じゃのう。停戦後もアルメニア軍とアゼルバイジャン軍の武力衝突は続き、時として死者を出してしまいました。2000年代になると、欧州評議会はアゼルバイジャンに対する民族浄化を非難する決議を採択し、イスラム会議機構はアゼルバイジャンに対するアルメニアの行動を侵略とみなし、決議を採択しています。主にアルメニアが非難されておる形じゃな。2008年3月には国連総会にて、アゼルバイジャン共和国の前線領地からアルメニア軍の即時、完全かつ無条件撤退を要求する決議が採択されます。アルメニアはよほどのことをしたようじゃな。占領地における考古学的、文化的、宗教的記念碑の破壊、そして民族浄化を行ったとされています。アルメニアに対する非難は断続的に様々な機関から寄せられ続けました。それでもアルメニアは止めぬのじゃな。アルメニア側とアゼルバイジャン側の交渉は幾度となく行われました。2004年には CIS の首脳会議に合わせてカザフスタンのアスタナで両国の大統領が会談しました。CIS とは旧ソ連の国々からなる独立国家共同体じゃったの。この会談においてはナゴルノカラバフにおいて住民投票を開催するという話が出たようですが、結局進展はありませんでした。そして2006年には両国の大統領はフランスのランブイエで会談し、軍団の撤退や国連平和維持軍の編成、そしてナゴルノカラバフの地位など紛争解決の基本原則について話し合いました。して結果はどうなったのじゃ？周囲の期待に反して、ランブイエ会談では何の合意も生まれませんでした。そして2006年3月、ワシントンにて会談が行われ、ロシアのプーチンが紛争を解決するよう両国の大統領に圧力をかけました。この頃プーチンは紛争の解決に動いておったのじゃな。それでも効果は出ませんでした。
2006年11月にはミンスク、そしてモスクワでさらなる会合が行われましたが、それでも解決には至らなかったのです。相当根深い問題じゃのう。結局根本的解決は図られないまま、時だけが過ぎ去っていきました。そして2014年には再び大規模な武力衝突が起こるのです。時は問題を解決しなかったのじゃな。この武力衝突は1994年の停戦以来最大級の規模となり、双方死者を出す結果となってしまいました。武力衝突の原因はナゴルノカラバフに住むペトロシアンという人物がアゼルバイジャンを旅行中に逮捕され、交流中に死亡したことでした。この点アゼルバイジャン側はペトロシアンを特殊工作員であったと主張しています。そして死因については急性心肺不全であるとしましたが、アルメニア政府はペトロシアンが拷問により死亡したと主張しました。一体何が真実なのかのう。一方ナゴルノカラバフではアゼルバイジャン人が特殊工作活動の疑いで逮捕され、懲役22年の判決を受けました。アゼルバイジャン政府はこの判決を違法であるとし、釈放を要求。この一連の流れを受けて欧州連合はナゴルノカラバフ紛争の平和的解決に向けた努力の継続を要求。諸外国も概ねそれに続きました。導火線に火がついた感じがあるの。そして2016年には4日間戦争と呼ばれるナゴルノカラバフ紛争が始まります。事態が好転する気配さえないの。ことの発端はアゼルバイジャン側がアルメニア軍による継続的な砲撃を阻止するための軍事作戦を開始したことでした。なお、アルメニアによる砲撃の証拠はなかったとされます。泥沼じゃの。この軍事衝突は1994年の停戦協定以来最悪を更新したと言われます。死傷者の数も2014年の衝突から文字通り桁違いに増えました。この紛争はどうすれば解決するのかのう。この軍事衝突はモスクワにてアルメニアとアゼルバイジャンの間で停戦合意が見られたことで一応解決しました。しかしそれは本質的解決とは程遠い解決方法であったと言えます。2020年、再びアルメニアとアゼルバイジャンはナゴルノカラバフをめぐって軍事衝突しました。4年ぶり何度目かの軍事衝突。2020年の軍事衝突は、戦争と呼んで差し支えないほどの規模でした。ことの発端は正確には不明で、両国ともに相手が先に攻撃したと主張しています。どんどん規模が大きくなっていくの。この戦争ではイスラム各国がアゼルバイジャンを支援し、宗教戦争としての面が色濃くなりました。1000年以上も絶え間なき争いを繰り広げておるのがイスラム教とキリスト教じゃからの。この紛争の解決には、アメリカ合衆国が動きました。そして停戦合意に至ったのですが、その後も戦闘は継続。続いてロシアが乗り出して再び停戦合意に至ったのでした。そしてロシアはこの後ウクライナに侵攻するのよの。この紛争によりアゼルバイジャンはナゴルノカラバフ周辺のすべての占領地を取り戻しました。このことによりアルメニア領とナゴルノカラバフは分断され、ラチン回廊を利用する必要が出てきました。ラチン回廊とのアルメニアとナゴルノカラバフをつなぐ回廊です。2020年の紛争によってアルメニアは大きく領土を失いましたので、アルメニアとナゴルノカラバフは領土を接しなくなったのです。それでラチン回廊が重要になってくるわけじゃな。このラチン回廊は表向きはロシア平和維持軍の管理下にあります。ロシア平和維持軍の2023年4月、アゼルバイジャンはこのラチン回廊に検問所を設置しました。この動きにアルメニアとナゴルノカラバフの住民は反発します。両国の仲は日に日に悪化していっておるの。このわずか半年ほど前にはアゼルバイジャン人がラチン回廊を封鎖し、さらにアゼルバイジャン側はアルメニアからナゴルノカラバフへのガス供給を遮断しました。ガスは生命線ぞ。この封鎖にはフランスやロシア、カナダにネーデルラントなど、多くの国によって非難が寄せられました。キリスト教が多数派を占める国ばかりじゃのう。さてラチン回廊における検問所設置の3日後、ロシア国防省はレンツーフを平和維持軍司令官に任命しました。緊張感が増してきたのう。そして2023年7月、アゼルバイジャン軍は治療のためラチン回廊を通ったアルメニア人ハチャトリアンを拘束しました。ハチャトリアンは国際赤十字の援助を受けてアルメニアに旅行したグループの一員でした。
これはかなりの大事になりそうじゃのう。アゼルバイジャン当局によれば、ハチャトリアンはナゴルノカラバフ戦争中に大量虐殺に関わったとされます。そして2023年8月にはナゴルノカラバフ出身の3人の青年が、アルメニアに向かう途中ラチン回廊にてアゼルバイジャン治安部隊に拘束されました。今度は何の容疑なのぜ？ソーシャルメディアにてアゼルバイジャンの国旗を軽視した罪とされます。なお3人の青年はロシアの平和維持軍によって護衛されていました。2023年になってもロシアの平和維持軍はあるのじゃな。そして2023年9月19日、突如としてそれは起こったのです。この日、アゼルバイジャンはナゴルノカラバフに軍事侵攻しました。ついに強硬策に出たわけじゃな。攻撃の翌日にあたる9月20日、ロシア平和維持軍の仲介にて停戦合意に至りましたが、すぐにその停戦合意は破られることになります。それは何度も繰り返してきたことじゃが、これまでと違うのは、アゼルバイジャンが勝利宣言をしたことです。そして9月22日、ナゴルノカラバフことアルツァフ共和国は、ロシア平和維持部隊へ兵器の引き渡しを開始しました。そしてアルツァフ共和国の大統領であるサンベル・シャフラマニャンは、9月28日に、2024年1月1日をもって、アルツァフ共和国のすべての国家機関を解散するとする大統領令を出しました。つまり2024年1月1日にアルツァフ共和国は消滅するということじゃな。この動画を作成している2023年10月現在、ナゴルノカラバフからは大量のアルメニア系住民が国外に退去しています。9月28日の段階で、ナゴルノカラバフに住む約12万人のアルメニア系住民のうち、約7万人がアルメニアに避難したとみられます。そして今もなお避難は続いておるわけじゃな。果たしてこれでナゴルノカラバフ問題は解決したのでしょうか？未来のことは誰にもわかりません。といったところで今回の動画は終了となります。チャンネル登録して、次回の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。